美しい世界を守るために戦うよ。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。私の番ですね。リタ、予定位置に着きましたか？はい、デュランダル様。それと、ちゃんと使うようにと大司教様が支配劇場を貸してくださいました。そちらに向かいます。少し気になることがあります。かしこまりました、デュランダル様。私の番だ。長光さんにも連絡を入れておきましょう。行こう。なんおかしい。どうして誰も通信に出ないのでしょう。まさか。私の番ですね。リタ、長光さんがどこにいるか分かりますか？連絡しても誰も出ない状態でした。長光様ですか？最後に会ったのはハイペリオンにいた時でしたが、こちらからも連絡してみます。ますますおかしくなってきましたね。まずは主教様が無から有を生み出すことで新たな歴史を作り出そうとしていること、私たちに幼稚の防御を任せ潜在的な干渉を阻止させていること、そして鍵となる技術を持つ長光さんといつの間にか連絡が取れなくなったこと、私たちの知らないところで一体何があったのでしょうか。琥珀様にお伺いしてみましょう。彼女なら大司教様と長光様が何をしていたのか把握しているはずです。彼女が話してくれるかどうかは分かりません。何せ司教様は私たちに詳細を教えようとしていませんでしたから。とりあえず努力してみましょう、デュランダル様。たとえ彼女が大司教様の秘書であったとしても彼女なりの考えがあるはずです。こんにちは、リタ様。え、デュランダル様もいらっしゃったのですね。あ、ええ。実はですね、琥珀様、先ほど大司教様から聖537教会堂付近で待機し、部外者の立ち入りを阻止せよという命令をいただきました。緊急事態だからでしょうか。大司教様は理由を説明してくれませんでした。ですので琥珀様から関連情報を共有していただけませんでしょうか。かしこまりました。確かに今日の主教様はいつもより強引でした。しかし事態の発展については私よりも長光様に発言権があると思うのですが。ですが長光さんとは連絡が取れません。連絡が取れない。なるほど。もうそんな段階まで来ていたのですね。そんな段階とは何か知ってるんですか、琥珀さん。約1時間前に長光様はわざわざこちらにいらっしゃいまして、ゲニウスシステムに関する特殊な暗号鍵を残して行かれました。司教様が計画を遂行している中で彼女本人と連絡がつかなくなった場合は、その暗号鍵を使って彼女が以前時空の狭間に保存したデータを読み込むことができるそうです。大司教様はこの件をご存知なのですか。ご存知とのことです。かしこまりました。ありがとうございます、琥珀様。長光さん、何か危険な目にあったんでしょうか。危険とは限りません。確かに普段の長光様は細かいことを気にしませんが、周りのリスクの見極めは得意な方だと思います。今まで彼女が危険なテストを何度も余裕で経験してきたというのなら、自身が不利になるような弱点を大司教様に見せるなどとは考えられません。むしろ私たちが琥珀様に連絡するということ自体が大司教様と彼女の予想範囲なのかもしれません。長光さんはそんなにすごい人物だったんですか。ずっと
本の虫のような人だと思ってました。申し訳ありません。ただデュランダル様からそんな言葉を聞くなんておかしかったので、とにかく彼女が残したデータを確認しましょう。内容を確認したら事態の経緯もわかるようになるかもしれません。ええ、そうしましょう。では琥珀様からいただいた暗号鍵を入力しましょう。私の番だね。やっぱり地面に足がついて。長光さん、いえ、本人ではありませんね。気をつけてください。他の何かが空間の狭間から溢れています。文句はないよね。この列車に全てを断ち切る。行動中。班長、次の行動座標を送ってください。私の番ですね。あら、私のことが恋しくなったの？この映像を見てるということは、きっと私はもうオットーさんにクビにされたんでしょうね。これから少しおごそかな話題になるから、一応空気を明るくしておこうと思って。さて、オットーさんはもう教会堂の周りを警戒区域にして、あなたたちに秩序の維持を依頼したのかしら。確かに、彼にはそうする理由があるわ。なぜなら、彼はこの世界のほぼ全てのものを代価にして、ある意味で時間の逆流を手に入れようとしているから。ええ、驚いてるでしょうね。今までの経験からして、オットーさんは統治の手段に少し問題があるけれど、少なくとも、ある意味で、彼は崩壊からこの世界を救ってきたもの。確かにそれは事実だけれど、所詮、別の事実によってもたらされた結果に過ぎない。信じるかどうかはさておき、オットーさんにとって、彼が救いたいのは世界。というより、ある人物かもしれないけど、人類自体ではないの。むしろ、オットーさんは集団としての人類を憎んでいると思うわ。でなければ、あんなに破滅的なプランを立てるように私に依頼しないもの。このプランが一旦実行されると、カロスタン町以外の世界は500年前の状態へとリセットされる。私たちの大事な人たちは、私たちにとっては消えてしまう。世界がリセットされるための代価になってしまうのよ。普通なら、歴史は変えられないし、時間の逆流も不可能だけど、私たちが今を壊し、それを燃料にして過去をもう一度選択するなら話は別よ。新たな時代を生贄に、封じられた歴史を再び繰り返すの。もちろん、これはオットーさんにとって唯一のプランじゃないわ。 50% の確率で、より少ない代価で目標を実現できると彼は言うけれど、あなたたちに知ってもらいたいの。彼にとって目標のために世界を丸ごと犠牲にする行為は、彼自身を犠牲にするようなものなの。ここまで聞いて、ビアンカ、そしてリタは、私が何のためにオットーさんの破滅的な計画を手伝ったのか、きっと疑問に思っているでしょうね。その答えは、思っているよりもずっと簡単よ。私は、人の意志による教会は、科学研究には存在しないはずだと思ってる。もっと正確に言うと、人の善悪をもとにして、あるものが誕生するべきか、存在するべきかどうかを決めていいはずがない。刀鍛冶が刀を作るとき、人を殺せるような鋭さを求める。けれど、刀鍛冶自身が人を殺める職業というわけではないでしょ。そして私たちの場合は、理解してほしい。この世界で歴史を復活させられる人物は、オットーさん一人だけじゃないってことを。もしあなたたちが彼を見守らず、阻止するつもりなら、この挑戦はいつかの未来で、何があっても、ある事実を心に刻んでほしいの。本気になったオットーアポカリプスさんは、紛れもなく、
この地球で最も危険な人物。さて、今の私はおそらく安全な場所に避難してると思うから、あなたたちも気をつけなさいね、私の大好きなバルキリーたち。じゃあね。どうやら主教様とちゃんとお話ししなければいけませんね、リタ。今すぐにという意味です。デュランダル様、そうした場合の結果をご存知ですよね。ええ、だからこそ今リタに保管してほしいものがあります。まさか。デュランダル様、これは綺麗な菩提の木でしょう。これはかつて不可説不可説点の世界をつなぎ、あらゆる因果が変化した後の結果を見ることができるというものです。ただ今まではある世界の保護装置に過ぎませんでした。すみません、今日になってやっとリタに見せることができました。少し前の実験の成果でしょうか。ええ、その後も任務に出ていたせいで見せる機会がありませんでした。この菩提の木を持つ特殊な世界の泡はシュミケシと言います。これと聖剣の力を全部リタに任せようと思います。今この瞬間、私よりもリタの方が世界の泡をつなぎ止めるという責務に向いています。それはつまり大主教様と対峙する覚悟ができたということでしょう。あくまで最悪の場合です。どうして彼が長光さんにあのどう考えても実行すべきではない計画を任せたのか分かりません。だから彼の計画の最低ラインがどこにあるのかを彼に直接聞かないと気が済みません。去年の天明空港の時も、律者の覚醒が世界にもたらした影響は彼の最初の予想よりもずっとひどかった。しかし彼は少しも気にしていませんでした。私たちはもう一つの世界の守護者であり、この世界で生きている人間でもあります。二つの肩書きには二つの責任があります。五年前のあの冒険で私たちは互いを認め合う仲間になりました。正解はリタの力でもあります。リタならリタのやり方であの独特な世界を守ってくれると信じています。ではデュランダル様、すべては大司教様が誰かに何かをさせようとして。え、わかりません。ただデュランダル様も感じているはずです。昼の件から大司教様はいつもの彼らしくありませんでした。まるで人に教えられない秘密を嘘で隠し続けようとしているような。普段の彼はむしろ嘘を使って真相を隠す行為を軽蔑していましたし、その点から考えると大主教様には私たちが見抜いていない何かがあるのでしょう。ですが長光さんのメッセージ自体が見過ごせないのです。理解してくださいリタ、本当に今そしてこれからしばらくの間はリタの方があの世界を守れると思っていますから。かしこまりました。
それでしたら、ビアンカ・アタジナ様、あなたにお渡ししたいものがあります。え、それは？5年前あなたと共に使っていたもう一つのゲニウスです。お守り代わりに持っていてください。ありがとうございます、リタ。どういたしまして、デュランダル様。私は、私たちが5年前に必死に守った世界と共に、ここでデュランダル様の帰りを待っていますから。約束ですよ。ええ、約束です。デュランダル様、すでに決心したのでしたら、お見送りさせてください。え、ローデンの。安心して、何があろうともリタのお守りがある限り私は帰ってきますから。ええ、分かっています、デュランダル様。人間を試さないの？後ろは任せたわ。私の番ですね。大主教様は今回どうするおつもりなのでしょうか。初心を覚えてくださっているといいのですが。よ、ここにあり。私の番だね。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。またくだらないものを作ってるのか。薬は飲んだ。体が弱いのに毎日地下室よりも汚い工房にこもるなんて。おい、聞こえないふりをするな。医者が言った言葉を忘れたのか。ノリ、木くず、ホコリ、それらは全部お前の病気を重くするんだぞ。無駄なことはしないでくれ。体が弱いんだから、生きてること自体運に恵まれてるんだ。おい、何をしてる？塀を乗り越えようとしてるのか？怪我するぞ！ちっ。どうしてこんなに役立たずな弟がいるんだろう。こって。わあ、今すごく飛んだわね。これって、あなたのものなの？僕が作ったものだよ。将来は大発明家になれるわ。壊れちゃうなんて残念ね。君が気に入ってくれたならもう一つ作ってあげる。本当にありがとう。私カレン、カレンカスラナよ。あなたは？夫アポカリプス。じゃあ、オット、お友達になってくれる？でも、毎日の訓練を受けなくていいの？朝の10時に訓練を終わらせたわ。なんたって私、強いもの。そうだ、そこにいるお兄さん、オットーと一緒に外で遊んでもいい？カスラナの名にかけて彼をちゃんと守るから。それは、そう言われても彼は病人だぞ。お父様が言ってたの。たくさん遊んで日の光を浴びないと
大きくなれないよって。それに気づいてないの？彼はこの辺りの子たちと全然違う。将来はきっとすごい発明家になれるわ。はあ、そんなことは。絶対に自信をなくしちゃダメよ。大発明家さん、一つお願いがあるんだけど。え、お願い？うん。私たちが大人になったら、私と一緒に世界を救いましょう。それまでにちゃんと健康にならないとダメよ。おや、珍しい。君が子供時代の出来事を思い返すとは。死ぬ運命に悔しさを感じているのかい？冗談はやめてくれ、虚空板書。テレサたちに話したばかりじゃないか。僕は自ら死を選び、そして喜んで死のうとしている。500年も遅れた末路に対する狂気に過ぎないよ。僕からすると、そういうやり方で緊張と恐怖を隠そうとしているだけのように見える。そうかもしれないな。確かにこの僕でも緊張や恐怖を感じるよ。何しろ僕の人生は十分に長い。ゴールが見えるだけでワクワクしてしまうんだ。それ以上に望むことはないのかい？もちろんさ、望むだけならね。だが分かってほしい、虚空板書。本当に不可能なことは最初から不可能と決まっているんだ。そのことに興味があるのなら、僕の記憶の深くを一緒に巡ってくれないかい？友よ、他の者との決められた衝突が起きるまでまだ時間があると思うんだ。おっと、ここまで送ってくれてありがとう。安心して。この戦いに勝っても負けても、できるだけみんなを死なせないようにするから。いや、もう父上に申請を出しておいた。今回は僕も一緒に行くよ。え？戦場に行ったことがないんでしょ？安心して、前線には行かないさ。僕は見習い軍医だからね。君も知っているように、僕は何としても自分の力を役立てたいんだ。覚えてるかい？幼い頃初めて会った時、君はこう言ってくれたんだ。大人になったら僕を連れて一緒に世界を救うって。でも夫、私のようなこれから戦場に出る人間が言う話じゃないかもしれないけど、戦争は世界を救う有効的な手段ではないと思うの。ここ数年、崩壊の脅威は次から次へと迫ってきた。天命が各国の政治に深く関わることができたおかげで、黒死病のような災害を抑えられた。だけど介入すべきではない事柄にまで深く介入したせいで、組織としての天命は集中できなくなった。あなたのお父様は、もともとは民の暮らしに心を砕き、各地に支援物資がちゃんと配布されているかどうか毎日自分で確認するような人だった。今はどう？各地の王族のスキャンダルは机を埋め尽くし、密偵に会う時間は毎日、家族に会う時間よりもずっと長い。それらは間違っているわ。わからない。僕の唯一の願いは、できるだけ君を支えること。それらについてはあまり考えたことがないんだ。夫、今回の統制は絶対に勝利できる自信がないの。戦争は命を懸けた決闘。みんなを連れて無事に帰ることが今の私の最大の願いよ。君ならできるさ、カレン。僕は君を信じてる。当時の状況についてコメントしろと言われたら、彼女は精神的な助けを求めていたのに、君は見当違いな答えを返したんだね。その通り。さすがは啓示の鍵だ。相手を超人、完全無欠な人だと思っていたんだ。それは感情において致命傷になる。ほら、
僕はいい幼馴染ではないだろう。君がそこまで客観的に自分を評価しているとは思わなかったよ。それができなければ僕は別の人間、僕とは違う彼女に第二の人生を提供できないだろう。もう少し続きを見てみよう。評価する機会はまだまだあるはずだ。何しろ彼女の前では僕は常に一人の愚者に過ぎなかった。おっと、震えてる？寒いの？大丈夫だ。川を渡った時にコートが濡れただけさ。ちょっと、こんな天気なのに濡れた服を着たまま眠るなんて凍傷になっちゃうわ。起きて、私が準備するから。コートを脱いで乾かしましょう。でも僕たちが撤退した時にはもうすでに余分なコートと布団はなかったじゃないか。何を言ってるの。さ、私のものを着て。天命最強のバルキリーは寒さで倒れるような人間じゃないわ。ってくしゃみをしてるじゃないか。平気よ。私の心配よりまずは自分の体の心配をしなさい。あ、うん。おっと、今回私たちは負け戦をした。あなたのお父様はお金のことでいろいろ大変になるんじゃない。そうかもしれないけど、僕たちが心配するようなことじゃないだろう。偉い人たちが何とかしてくれる。確かにそうかもしれないわ。ただ前にも話したけど、最近の天命は組織としての立場に少し問題があるように思う。私が聞いた質問も含めて、天命は本当に今のようにお金を気にするべきなのかしら。違うと思うけど、この時代ではお金がないと何もできないよ。さあ、答えの出ない話はやめておこう。結構遅い時間になってきたし、お腹は空いていないかい？あの時の僕はおかしかったよ。独りよがりの優しさで全てを解決できると思っていた。普通なら確かにそれは重要だよ。強いて言えば、あの時の君が彼女の英雄願望を理解できなかったのが悪いんだ。そうだね。彼女が話した世界を救うという言葉は冗談なんかじゃなかった。ほら、そんな風に最初から致命的なところが違っていたんだ。これからの記憶は、夫をアポカリプスという人物をよりかわいそうに、よりおかしくするだけさ。おっと、これは？これは僕が研究している薬だ。黒死病は変異する可能性がある。僕たちも薬の効果を上げ、より多くの人たちを助けないと。アリエノールはこの薬のおかげで良くなったのよね。ああ、彼女の体質は普通の人とは違うから、他の人たちのようにひどい副作用は出なかった。そうでなければ母上も彼女にシャニ宛ての名を継がせやしなかっただろう。とにかくあなたは子供の頃と同じようにすごいものを発明したのね。ありがとう。僕はただある人の背中を必死に追いかけているだけだよ。君は今夜も行動するつもりなのかい？ええ。あなたは作業に集中してちょうだい。私も慣れてるからミスは。それでも気をつけてくれ。一応あの時代遅れのじいさんたちの管轄だから。分かってるわよ。力の及ぶ範囲で行動するから。何せあのじいさんたちが作った社会の動かし方を拒絶するなんて、まだ時期尚早だもの。しかしカレン、社会の動かし方なんて変えようとしてもすぐに変えられるものじゃないだろう。ええ、だから私たちはできることをして、あとはタイミングを待つしかないわ。自分が信じている道に対して努力をしなかったら、将来は
何を頼りに他の人たちを説得するの？確かに一理あるね。僕たちももっと頑張らないと。わからないな。あの時の君はどうしてあんなにひねくれていたんだい？君の考えを彼女に伝えればよかったんだ。違うかい？歴史が変わったかもしれないのに。そうかもしれないけど、当時の僕は彼女に対して何を伝えればよかったんだい？僕が人体実験をして新薬の研究をしているとか、それとも数百年後の政治経済学の理論を使って金持ちから財を奪い貧乏人を救済しても根本的な問題は解決できないとでも？そうじゃなかったら僕のしたことを彼女に伝えても何の意味もないじゃないか。彼女は変わってくれたのだろうか。それとも僕が僕自身のせいで変わってしまったのだろうか。しかし事実、君たちは互いを変えられなかった。当然さ。当時の僕は一方的に、そんな自分にはもっと影から彼女を守る手段があるはずだと思っていたからね。彼女は天命最強のバルキリーだぞ。君はあの頃から自分の力で彼女を守ろうとしていたのかい？あの頃の僕は、僕なら彼女と互いを補い合うことができると思っていたんだ。だから自分のやり方で彼女の短所を補おうとしていたのさ。おかしいな。幼い頃から体が弱かった君がどうしてそのことになるとそんなにも。あの頃の君は何もできなかった。歴史がそれを証明している。むしろ君のせいで彼女は今までの生活に別れを告げる決心を早めた。そしてその代価は彼女自身の命だった。ああ、あの日彼女は天命の本当の暗面に気づいた。僕たちの人生の軌跡はそこからコントロールが効かなくなっていったのさ。その後の話はデタラメな悲劇だ。僕はこの一生で最も愚かな判断をしたのだ。かわいい弟、どうしたの？今は父上のために教会にいる時間でしょ。リサ姉さんこそどうしてここにいるんだい？だってあのじいさんが大嫌いなんだもの。泣いてるふりすらしたくないわ。こんな理由はどうかしら。父上は毒殺された。犯人が誰なのか僕にはわかる。へえ、誰かしら。
何もわからないふりはやめてくれないか。姉さんは天命の司教の座が欲しいんだろう。僕は取引がしたいんだ。カレン・カスラナ、そうでしょ。本当に彼女のことが大好きなのね。残念ね。彼女は明日処刑されるわ。ゆらゆらと揺れる紐の下で永遠に目覚めない死体となるの。しかもそれは彼女が自ら志願したんでしょ。彼女をそこまで追い詰めたのは僕たちだ。僕たち一人一人に罪がある。はいはい、死んでほしくないのね。けどどうやって取引するつもりなの。彼女の死刑を決めたのは私たちの両親、それにあの議会よ。父上がこうして死んだということは、姉さんならカレンを助けられると信じてる。成功したら僕たちはここを離れる。あら確かにいい取引になるわね。でもね弟よ、確かに前の司教は死んだけど、次期司教でも重要な死刑をすぐに取り消すことはできないわ。あの人の威厳に関わるもの、わかる？助けてくれないんだね。まあまあそう焦らないで。夫をアポカリプス死なせるとは言ってないでしょ。あなたが自分の手を汚してくれるなら。知ってるかい夫、君の姉に嫉妬してしまう時があるよ。当時の僕はあれほど時間をかけて君に様々な罠を仕掛けたのに、全く相手にされなかった。彼女はただスコップを君に渡しただけなのに、たちまち自分の墓を掘ってしまうとは。人の感情は彼らの理性を狂わせるというけれど、それにしても君の行動には確実に思うところがある。視点を変えて考えてみてくれ、虚空万象。あの時の僕に目を閉じて彼女を信じる以外に他の方法があるのだろうか。もしくは君があの時神の鍵の力を全部僕にくれると言っていたら、彼女を助けるために僕はどんな条件でも飲んだだろうね。つまり僕のせいだと言いたいのかい。それが君が僕を500年以上も束縛した本当の理由だと？さあどうだろうね。僕も君も後悔していない、そうだろ。おや、彼女が死んだね。確かにあれは君にとっては末日だった。500年の時が過ぎ、今君にはこの瞬間を変えるチャンスがある。ああ、それとも君にとってはそもそも時間自体が流れていないのかい。ああそうだ、彼女は死んだ。ん？おや、君ちゃんと話を聞いていないだろう。多くの言語で人々は死をそのまま口にしたり、分子、主観的な意志の永遠の称賛、存在自体を不存在に変えてしまう概念、あらゆる知恵の前にあるその恐怖から逃げ、死を前にして見て見ぬふりをするとき、僕たちは己を欺く。僕たちは無意識に僕たちの愛する者が長生きして不滅であることを信じようとする。理性では相手も凡人の身なのだと理解していたとしても、感情ではそれを受け入れようとしない。人類は何らかの形で死に怯える。君はそう言いたいんだね。その通りだ。僕たちはそれほど死に怯え、その恐怖によって道を選んでいられなくなる。差別、虐待、殺人、戦争、それらは所詮死という恐怖に支配され、そしてその影を先に他人に与えようとしているだけだろう。君も例外じゃないだろう。君は誰よりも深くハマっている。ただ君が恐れているものが君自身の死ではないだけだ。
ああ。それが僕が主教にしかなれず、カレンが人々の聖女になれる理由だ。あのベルトに書いた手紙を覚えてるかい？僕たちはあまりに脆く、互いに脅し合っては束の間の平和を得て、秩序だの倫理だの立派な言葉を並べ、卑劣な心を隠す。その言葉は今日においても成立する。なぜなら人類はいつも同じ過ちを繰り返し、あまつさえ事実を無視するからだ。一応君に言っておいた方がいいと思うんだが、それは君にも当てはまるだろう。その通りだよ、虚空板書K423、デュランダル、テレサ、それにベルト。彼らは違う角度でカレンの意志を受け継いだと言えるだろう。天地は人ならず、万物をもって数句となす。この世界は確かにもうカレンの勇敢な心臓が動き出すことを求めていない。分かっているのに分からないふりをする人たちなら知っているよ。君には分からないと思うよ、虚空板書。所詮人類の感情は、自分や他人に害をなすと分かっていても、それを解き放ちたいという欲望なのさ。ただ、一般論からすると、理性で感情をコントロールするのが善人で、感情が理性を支配しているのが悪人。そして、理性的な悪人に関しては、彼らの人生は利益だけを計算する機械のようで、人とすら呼べないのさ。そうだろうか。今の君もそういう理性的な悪人に見えるのだ。僕は自分が人と呼べないことを否定していない。むしろ右に出る者はいないと思っているよ。言っただろう。人類は愛する者が長生きし不滅であると信じようとする。そして僕もそういう感情に理性を支配され、そのために利益を計算し続けた愚者に過ぎない。ほら、決着をつけようとしている一人目の人物はもうそこにいる。美しい世界を守るために戦うよ。みんなと一緒に歩くから。だから。ようこそ、僕の友、天命最強のエスキューバルキリーよ。1時間前だったらこういう風に君に挨拶していただろうね。今回の計画であなたが現在を壊し過去を再度選択するかもしれないと教えてくれた人がいました。それは一体？その言い方から察するに、君に教えたのは長光だろう。構わないよ、君には真相を知る権利がある。僕は世界を再構築するプランの設計をいくつか長光に依頼した。だが簡単に言うと、やはりコストが最も高いプランの方が安定性も高い。コストが最も高い、具体的にはどういうものですか？結論だけを話しても君は理解できないだろう。だから一から説明するよ。僕と長光は異なった角度から、僕たちの世界では時間が流れる方向は不可逆だと君に教えた。それは自然の川のように流れていくと元には戻れない。僕たちがもっと大胆に思考の次元を虚数の木の領域へと上げれば、人類の時間は所詮磁気テープに記録されたデータに過ぎない。歴史はすでにその磁気テープに記録されている部分。未来は
これから磁気テープに現れる未知、そして僕たちの現在は磁気テープの上にある針だ。現在は特殊で、基地と未知、可能と不可能を区別する。知的生命体たちが持つ唯一の生存の場だ。ここで仮説を立ててみよう。もし現在という針の特殊性をキープしたまま、それを過去という磁気テープの上に強引に移動させたら、何が起こると思う？私たちの現在が歴史上の過去に接着されるんですか？そう、君の知り合いの地球外生命のようにね。ただ僕たちが他の世界に行く必要はない。想像してみるといい。第二次崩壊のような災害は消える。そして僕たちのような現代人は経験を用いて人類の成長を手助けできる。崩壊は消えない。訪れる試練に向き合わないといけないが、人類がこれから手にする利益はその損失をはるかに超えるだろう。つまりコストというのは接着という行為に必要なエネルギーのことでしょうか？そう、あの探索実験を経験した君なら僕の計画を理解してくれるはずだ。その目的を実現させるために3つの条件を達成しなければいけなかった。1つ目は虚数の木にたどり着く方法が分かるまでの探索と接触だ。2つ目は1つ目の行動に必要な装備とエネルギー。具体的に言えば第二の神の鍵、旋回一乗と十分な崩壊エネルギー。3つ目は接着に適した時空剤、旋回一乗のビーコンを利用して狙いを定められる安定した区域。虚数の木にたどり着く方法と十分な崩壊エネルギー、それらの入手方法は何だったのでしょうか？崩壊の意志だよ、デュラン。何ですって？そう、崩壊の意志だ。立者の根源にして崩壊の起点、神として祀られ天命の500年の歴史の中に存在している。しかしその神は触れられない存在ではない。同じ道を行き、同じゴールを見つめれば人類の神に接触し協定を結ぶことだってできる。協定？本音を言えばヨルムンガンダの生存計画は好きじゃない。だが今の天命はそれを阻止するタイミングを失っている。原点に戻れば世界の情勢を作り直す機会が手に入る。そして神はそういう時空を転覆させる演目を楽しんでいる。崩壊の意志は僕に虚数の木の扉を与えてくれた。そして僕は人類の世界においてその代行者になる。崩壊の意志の代行者？司教様、まさか自ら立者になろうとしているのですか？力の視点で見ればそう捉えられなくても構わないよ。だが虚数の木に接触することで僕は立者とは異なる立者以上の存在になれるんだ。そうするために僕は自分の実体を代替しなければならないが、代わりに世界を再構築するための十分な力を手に入れる。僕はみんなのために終焉の立者と生根計画に対抗する時間を勝ち取りたい。そして崩壊の意志も自身がリセットされる結果に満足しているんだ。喜ばしいことだろう。ですが世界はどうなるんですか？世界を壊せるほどの力としか考えられませんが。その通りだが、古いものを壊さないと新しいものは成り立たないという言葉もあるだろう。私が聞きたいのはそういう抽象的な約束と推理ではありません。最初からあなたはこの計画の本当の代価を口にしていません。それらの目的を果たすために一体何を代価にするつもりですか？現在だ。テレサにも伝えたが、僕は時間の枝からこの500年の歴史を抹消し、世界をカレン・カスラナがまだ生きていた頃の状態に戻す。
支払う代価は虚数の木で流れる時間、もしくは現在だ。この言い方はあまりにも抽象的かもしれないから角度を変えて答えよう。人類の文明活動自体が崩壊の出現を促す。この件に関しては天命の一員であれば理解しているはずだ。しかし崩壊の意思の角度から考えると、おそらく律者こそが最終的な自由。我々の文明はむしろ崩壊を禁錮し歪みを生む枷なのかもしれない。そうさ、その角度から考えれば文明があるから崩壊が生まれるのではない。むしろ文明は崩壊を縛る特殊な形式となるのだ。だから僕が支払うのは現代文明を含む崩壊さ。過去にはそれは律者たちの大事な力の源だった。そして今は僕たちもその力を使い再度世界を導くことができる。もしそんなことをしたら、私たちの現在、この瞬間の現実世界はどうなるんですか？このカロスタン以外の場所は何の痕跡も残さず消えてなくなるだろう。カロスタンは消えていく時代の唯一の母姫となる。人類にとってより受け入れられない犠牲の代わりに。それってカロスタン以外の場所は？カロスタン以外のこの500年の間に誕生破滅したものは時間の流れの中で存在しないものとなる。これがやり直すための代価だ。僕が実行しようとしている成功率の最も高いプランに必要な。狂っています。成婚計画が気に入らないからって世界に成婚計画よりも重い代価を強いるのですか？それは人々を殺すということですよ、司教様。ああそうだが、人類は人類のままだ。それって何の意味があるんです？私たちが守っているのは漠然とした概念ではなくて、そういう生きている自由意志なんですよ。君は間違ってるよ、デュランダル。僕は人類という漠然とした概念の中から生きている自由意志を助けようとしているんだ。その名前を知っているだろう、カレン・カスラナ。やっと彼女の話をしてくださる気になったのですね、司教様。ああ散々遠回りをしてやっと全ての始まりに戻ったカレン・カスラナは、僕たちが知っているように死ぬべきではなかった。これは僕一人の過ちではなく人類全体の過ちなんだ。それは人々を殺していい理由にはなりません。それにあの時代はとうに過ぎていて、生きている当事者はあなたしかいません。ああ、正常な人間ならそう思うだろうね。だから正常な人間の代表として、デュランダル、君にチャンスを与えよう。僕を殺すんだ。そうしたら僕の計画も消えてなくなる。君の目の前にいる人間は罪と欲望によって構築された集合体に過ぎない。道徳を知りながらも守らない、倫理を理解しているのにそれを踏みにじろうとしている。知恵を渇望するのは個人の願望を実現させるため、美しいものに憧れるのは醜い存在を否定するためだ。この世に余計な人間がたくさんいるせいで命は何の価値もないものへと落ちた。自身の命に休止符を打たれる時だけ夫王アポカリプスは綺麗の空を凝望し、その神聖さが魂にもたらす旋律を楽しめるのだろう。悪役の演説にしては悪くありません。ですが司教様、確信しました。やはりあなたは何かを隠しているのですね。真相を知る権利があると言ったのはあなたなのに、その真意は深い霧に包まれていて何も見えません。5年前、私は漁師の海で真の世界の破壊者を見ました。あなたの精神状態は彼女と全然違います。確かにこの瞬間僕は何かを隠しているかもしれない。だがそれは本当に重要だろうか？重要です、司教様。
これまでの数年間あなたによくしてもらいました。だからこそあなたの本当の目的を知りたいのです。そうなのかい。しかし僕は思わない。今の君はただこう考えればいい。僕は必ずこの世界の人々を殺すのだと。これ以上語っても無駄だ。来るといい、デュランダル。かすり傷です。ミアンカ、確かに君は成長した。虚空板掌。
闘士の道。目覚めよ、栄養の守護者。ここまでです、主教様。あなたの考えを全部教えてください。まだ全てが間に合ううちにテレサさんときちんとお話をしてきてください。言ったはずだよ、君は僕を殺す前提で戦うべきだ。今のような寸止めではなく。それはキアナさんや他の人が持つ権利でしょう。私の望みはあなたから全てを教えてもらうことです。おや、そういいだろう。確かに僕は隠し事をしていた。だが残念だ、今は君に教えられない。それにビアンカ、さっきの激しい戦闘のおかげで君の注意を欺き、僕自身の消化を進められた。この力は今さら何をしても遅いんだよ、ビアンカ・アタジナ。ゲニウスプラス、座標強制変更。虚数空間の扉は開かれた。僕は神として命令する。目の前のこの駒はしばらくチェス盤の上から退場してもらう。おや、二人目の客人はいいタイミングで来てくれたよ。おっと、それにあれは黒煙白花。ああ、あれは一人目の客人の落とし物だ。彼女は虚数空間で休んでいてね、君をがっかりさせていないといいのだが。何？これからこの教会堂は世界が変わる起点となる。君の安全のためにこの黒煙白花より先には進まない方がいいだろう。私が見て見ぬふりをすると思ってるの？おや、面倒なことになった。もう戦うつもりはないのだが、なぜなら虚数の木がくれた贈り物がすでに現れ始めたからだ。もう始まります？人類じゃない。この圧迫感は今まで出会った敵たちよりもずっと危険だ。決戦の時が来た。意味のないあがきだ。言ったはずだ、もう戦うつもりはない。戦闘はまだ終わってない。少し静かにしてもらうよ、深淵の律者。僕が一つずつ神の力を摂取し、12時間後に斬新で奇跡に満ちた世界を君たちに与えるまで。逃がさない。違う、この異様な感覚は、あの光の幕は危険だ。このエネルギーがすごいスピードで失われる感覚は、あの光の幕は。落ち着いてキアナ、集中して。まずは体験の武装形態を取り戻して。火炎罰剣。支配の律者の影響を受けてないのに、どうして力が戻らないんだろう。オットーのやつ、一体何をしたの？